こんにちは、ベルネスキッチンの関口彩子です。皆さん、ゴーヤを切った後に洗ったり水にさらしたり茹でこぼしたりしていませんか？苦味を抜くのが目的だと思いますが、ビタミン C やゴーヤ特有の素晴らしい栄養素がかなり損失してしまうんです。そこでこの動画では、今までの水洗いをやめてゴーヤの健康効果を3倍高める調理法をご紹介します。免疫力や美肌に役立つ簡単レシピも2つご紹介しますので、ぜひ最後までご覧になってください。ゴーヤの健康効果と調理の注意点、ポイントなどをお話しいたします。ゴーヤといえば苦味が特徴的な野菜です。苦味成分のモモルデシンは胃液の分泌促進、胃腸を刺激して食欲を促す作用があります。夏バテ防止にゴーヤと言われる理由の一つです。また肝機能を高めたり血糖値を下げる効果なども報告されています。そしてゴーヤといえばビタミン C たっぷり野菜でもあります。なんとビタミン C が多いことで知られるキウイと同じくらいの量が含まれています。ビタミン C は免疫力を高め、美肌効果、鉄の吸収を促進する作用があります。またゴーヤには細胞の成長に重要な葉酸が多く含まれます。葉酸は遺伝子の DNA の原料を作るために欠かせない栄養素で、妊活中や妊娠初期には特に意識して摂りたい栄養素です。さらにむくみ予防や筋肉の修復、神経伝達に欠かせないカリウムも豊富です。これらの栄養素はすべて水溶性のため、切って塩もみして水洗いをしたり茹でこぼしてしまうと、かなりの栄養素が流出してしまうことになります。せっかくの健康効果が半減してしまうので、ぜひ洗わずにゴーヤそのものが持つ素晴らしい栄養素をしっかり効率よく摂る調理法をお試しください。ゴーヤの苦味を抑えて食べやすくする調理ポイント4つあります。まず1つ目は油でコーティングをするです。炒め物などを油と一緒に調理することで、ゴーヤの表面に油がコーティングされて苦味を抑制する効果があります。またゴーヤに含まれる β カロテンやビタミン K などは脂溶性の栄養素なので、油と一緒に摂ることで吸収がアップします。2つ目、甘辛い味付けで苦味をマスキングする。甘みが加わると苦味が抑制される効果がありますので、味付けの工夫でも苦味を抑えることができます。3つ目、旨味を効かせる。これも甘辛い味付けと同じようなマスキング効果になります。4つ目、他のタンパク質食材を組み合わせる。タンパク質食材には旨味が多く含まれるのと、あとお肉などは適度に脂質も含まれるので、油をコーティングするような効果にもつながります。また栄養バランスも良くなるので、一緒に調理がおすすめです。以上のポイントを踏まえて、ゴーヤを美味しく、そして健康効果を3倍高める調理法で簡単レシピを作ってみたいと思います。まず一品目はゴーヤのきんぴらを作ります。先ほどのポイントにありましたごま油でコーティングをするということと、さらに旨味を効かせるということで、だしの粉を使います。こちらは私が作っただしの粉なんですけれども、かつお昆布、干し椎茸、玉ねぎをブレンドした旨味たっぷりの天然だしです。だしパックの中身でもいいし、あと粉末だしなどを使っていただいてもいいと思います。普段お使いのだしをご用意ください。そして甘辛味に仕上げてみたいと思います。もう材料作りたいだけ、目分量でいきたいと思います。まずゴーヤです。ゴーヤ1本丸ごときんぴらにしたいと思います。ゴーヤの種とワタを取り除きます。もともとゴーヤが苦いのはこの外側の皮の部分がね、特に苦いそうで、やはり害虫から身を守るための防御作用ということで備わった成分だそうです。植物ってね、いろいろ不思議ですよね。はい、ゴーヤは3ミリぐらいの厚さにカットしていきます。
ゴーヤこんな感じですね。すごく薄いという感じではありませんけれども、適度に歯ごたえがある程度に切っています。そしていつもだったらお水にさらしたり、ちょっと塩もみをして水洗いをしたりとかするかもしれませんが、それをやったら罰です。せっかくのゴーヤの栄養素が抜けてしまうともったいないので、その分今回は調理の味付けでカバーしたいと思います。火加減中火です。ごま油を効かせて炒めていきます。このゴーヤの周りに油でコーティングをすることで、ゴーヤの苦味が感じにくくなるんですね。またね、ゴーヤの塩性の栄養素も油と一緒に炒めることで吸収が良くなるので一石二鳥ですね。またね、一昔前のゴーヤと違って、割と最近のゴーヤってね、そこまですごい苦味じゃない気がするんですよね。昔私食べた時ね、もうびっくりするぐらい苦かった経験があります。ちょっと油が足りないので、もう少しごま油足しておきます。ビタミン C 自体は加熱したからといってすぐに壊れるものではなくて、お水にさらすことでお水に流出してしまうことは一番の本質になりますので、お水に溶けてしまうという性質をインプットしておいてください。はい、こちら出汁の粉です。これもね、すごく微粉末なので全然ざらつきがないんですよ。でも素材がね、そのまま食べられますので、出汁の栄養もね、取ることができます。こちらの情報は概要欄にも記載しておきますので、ぜひご覧になってみてください。そして味付けは少し甘辛くするといいというお話ね、しましたよね。少しね、てんさい糖をまぶします。お好みの、普段お使いの糖類で大丈夫です。旨味とね、ちょっとお砂糖をこう先にゴーヤになじませておくことでね、より苦味が抑えられます。はい、そしてあとはお醤油で味の調整をします。そしてお好みでね、少し七味唐辛子とかね、辛みのものを加えていただくと、またピリッとした味わいに仕上がります。これはお好みです。今回はね、この黒七味をね、効かせてみました。はい、これで完成です。続いてのゴーヤのお料理は、ゴーヤと豚肉のごま味噌炒めです。ポイントでお話しした、豚肉、油も含んでいるし旨味も入っています。こういったね、タンパク質食材と一緒に摂るのもポイントです。今回豚ひき肉ですけれども、鶏でもいいし合いびき肉でもいいし、薄切り肉などを利用していただいても結構です。もう分量もね、適当で大丈夫です。そして他にもう少し今回のお料理ポイントがあります。こちら、すりごまです。コクのすりごまでコーティングをします。そしてお味噌です。お味噌もね、旨味たっぷり食材ですよね。今回使うお味噌はね、これ紅麹味噌って言ってね、もうちょっとお味噌自体が少し赤っぽい色をしてるんですけれども、この紅麹というのもね、結構最近注目されている健康成分です。こういったちょっとした調味料に含まれるプラスアルファの健康効果なんかも、日々の食生活はね、積み重ねなので、こういったものをチョイスしてもいいかなと思います。それでは作っていきます。はい、また今回もね、ゴーヤですね。はい、ゴーヤ種とあと少し綿をね、取りました。はい、でちょっと端っこの部分を取ります。でゴーヤの厚みはもう本当にお好みで大丈夫です。今回はひき肉でね、少し細かいので、ゴーヤも薄切りにしたいなと思います。今回はね、1-2mm ぐらいですかね、少しさっきより薄めに切って、で繊細に仕上げてみようと思います。ゴーヤ薄切りにいたしました。またここでね、普段だったらちょっとお水にさらしたり洗ったりしたいところなんですけれども、ゴーヤのせっかくの栄養をそのまま使いたいのでね、ここで次の作業に移ります。ちょっと風味を効かせたいので、生姜をね、加えたいと思います。生姜は千切りです。生姜が入るとね、途端に食欲がね、湧いてくるような香りになりますよね。はい、
準備は以上です。はい、ひき肉です。もう油がね少しお肉に含まれてますので、今回は油敷かないでね、もうお肉の油だけでいきたいと思います。もちろんごま油などね少し入れていただいても結構です。はい、お肉が炒まってきましたので刻んだ生姜が入ります。生姜とひき肉を一緒に炒めます。ゴーヤの薄切りです。さっきよりねゴーヤ薄切りにしてるので火の通りも早いです。ゴーヤにお肉の旨味と油が回りました。今回のポイントにもなっているすりごまです。このすりごまでコクをプラスして、でゴーヤに旨味をプラスしたいと思います。すごくねリッチな味わいに仕上がります。ごまの量もねお好みで大丈夫です。ちょっと多めに入れてしまいました。はい、あとはお味噌とみりんです。全体の量に合わせて調節してください。お味噌自体がねピンク色っぽい、ちょっと赤っぽいんですよね。これはね、紅麹というもので仕込んでるので、こんな感じです。紅麹はね、コレステロールを調節するので、今とても注目されている食品なんですね。なかなか普段ね、お目にかかるような機会が少ない麹なんですけれども、こういう紅麹でね、作った食品ってあるんですよね。まあ、こちらもね、概要欄の方に合わせて記載しておきますので、ちょっとコレステロール気になるという方、ぜひチェックしてみてください。はい、そしてみりんでね、少しまろやかに仕上げます。はい、これでゴーヤの苦味も逆にアクセントになるような、ゴーヤメインの立派なご飯のおかずが完成しました。それでは、今作ったお料理のお味をお伝えしたいと思います。立ったままで失礼いたします。まずゴーヤのきんぴらです。ゴーヤの周りに旨味の出汁の粉がしっかりとまとっていて、またごま油と合わせてとてもコクがあって美味しいです。甘辛味に仕上げていますのでね、まあ、お砂糖そんな使ってはいないんですけれども、すごく食べやすいお味に仕上がっています。ゴーヤの苦味ももちろん感じるんですけれども、全然その嫌な感じではなくて、ほのかな苦味がまたアクセントになっています。とっても美味しく仕上がってます。もうこれをわざわざお水にさらすなんて本当にもったいないです。続きましてはゴーヤと豚肉のごま味噌炒めです。こちらはねお肉も入ってるので、もうお弁当のおかずとかご飯のおかずにもすごく合うと思います。やっぱりねちょっとお肉が入るとお肉の旨味だったりお肉の脂分だったり、またそういうものがプラスされて、さらにねゴーヤが食べやすいですね。そしてボリュームもあるし、タンパク質もプラスされて栄養バランスも抜群です。今までゴーヤを洗ってた方、絶対に洗わないでそのまま使っていただきたいファーストレシピかもしれないです。とっても美味しいです。ぜひお試しください。今回は意外とやりがちなゴーヤをお水で洗ったり塩もみして、でまたさらに洗ったり茹でこぼしたりっていうね、ゴーヤの苦味抜きの一手間、これを完全に省くことでゴーヤの健康効果3倍ということで、まずビタミン C とかお水に溶けやすい成分の損失を防ぐこと、さらに油でコーティングしたりとか、また副食材を一緒にすることで油に溶けやすい栄養素の吸収もアップということで、3倍という言い方をねさせていただきました。結構お水につけたりとかアク抜きしたりとか、結構そういう一手間っていろいろあると思うんですけれども、だいたいそういうふうに言われてるアクとか色の変色する成分ってポリフェノールというね抗酸化物質だったりしますので、あまり神経質にきれいにきれいに仕上げようとせずに、むしろお野菜そのものの味わいを楽しむぐらいのつもりで作っていただいた方が健康効果はずっと高まります。ぜひゴーヤのレシピもお試しください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。